日本埼玉県埼玉市南区、白畑白畑は埼玉県埼玉市南区の町名。現行行政地名は白畑1丁目から白畑6丁目。住居表示実施地区。郵便番号は336-0022。首都圏有数の高級住宅街である岸町に隣接していることから2丁目の高台などは閑静な住宅街が広がっている。 南区北部の大宮大地や、中石平野に位置する。岸町、新名、辻、沼影、別所と隣接する。笹目川周辺の5丁目などは駐車場など、土地利用が未定のままであったが、武蔵浦和駅周辺の再開発の影響もあり、徐々に集合住宅や高層マンションが建設されている。白旗沼住宅地の地下は、2017年1月1日の、 工事地下によれば、白旗2から7から11の地点で32万4千円、平方メートルとなっている。商業地の地下は、白旗5から19から22の地点で58万円、平方メートルとなっている。平安時代に、藤原秀里が平野正門討伐のため当地に、しばしば祝人していた。八枚勘定し、勝利の祈願をする際、白旗を建てたことが、 地名の由来とされる。八幡社は、富士社に合資され、牧神社境内にある。縄文時代前期の遺跡である白旗海塚などもある。ことから、当時は町内に、海岸線があったことが知られている。定地は小入間湾の底にあり、高台は、道湾と、奥東京湾を分ける半島の一部となっていた。その他、白旗古墳群、白旗元宿遺跡などの遺跡が所在し、 古くから絶えず人が居住していた。元は江戸期より存在した足立郡浦和寮に属する白旗村であった。2017年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東日本旅客鉄道最京線、武蔵野線、東北新幹線が町内を通り、 武蔵浦和駅の最強線ホームの一部が町内にかかる。最強線ホームの大半及び武蔵野線ホームは別所にあり、こちらが駅の住所となっている。武蔵浦和駅周辺のタワー群。手前が白旗。三井住友銀行武蔵浦和支店上述の通り鉄道や幹線道路が通っていることもあり、数多くの商業施設が立地する。 国道17号沿いには高級車のカーディーラーが集中する。ありがとうございます。